プリティです。この間ね、100円均一でね、なんかお菓子いっぱい持って、でママっつって子供がね近づいてって、いや、あのさっき買ったでしょって、ね、もうダメよってそれ戻してらっしゃいって言って、いやこれママ買ってって、いやダメでしょって、やだっつってさ、思いっきり床に寝てさ、ママを脅迫してる子供を久しぶりに見た。うん、子供は可愛いね。これ買ってくれないと動かないからっていう脅迫でしょ。ママは思いっきりガン無視してたけど。おばちゃんね、それ見てすごく思った。それでは本日のニュース行ってみたいと思います。ローソン、商品を持って店を出るだけで決済できる。ローソン GO 導入開始。どの商品をいくつ手に取ったかを AI が判別。そんな時代に突入したの？だからローソンはね、レジに並ぶことなく素早く買い物ができる。ウォークスルー決済導入店舗、ローソン GO MS ガーデン店を11月に三菱商品本社の社員専用店舗にてオープンした。へぇー。あの、オフィスはホテルの店舗などでの最短時間で買い物を済ませたいというニーズに応えよう。ウォークスルー決済を提供、あ、それウォークスルーっていうのね。へぇー。で、これは登録した専用アプリで QR コードをかざして入店し、商品を手に持って店外に出ると、事前に設定した決済手段でレジを通さずに自動に決済できる技術。店内に設置されたカメラで来店者の動きを確認し、商品を置かれた棚の重量センサーと合わせることで、どの商品をいくつ手に取ったかを AI が判別し、店舗を出ると自動的に決済されるため、来店者は商品を手に取るだけで、買い物を済ませることが可能。あ、いい。世の中になったのね。もう未来が来たってことなのかしら。ねえ、おばっちー。あら、ラビちゃん、どうしたの？これって知って、最先端な技術なんでしょ？ということはさ、何でも AI が判断してくれるっていうことは、なんていうの、ミスはないっていうことだよね。それはそうよ。だって AI が全部やってくれんだもん。もうこれ未来よ。じゃあ、この肉まん？何分か安く。ラビちゃん。未来が来たの。ちょっとそのね、話をぶち壊さないでほしいんだけども。だって AI って賢いんでしょ。じゃあこれ何パーか安くなるじゃん。あのイメージってあるじゃない。イメージって言ってもこれはいくらなんでも。ニュースぶち壊さないでほしいんだけども、集団でさ、なんかお客さんがワイワイガヤガヤ入ってきて、その中でおでんツンツン。いや、三菱の社員はね、おでんツンツンしないわよ。いや、もうなんかもう次のニュース行く。がっかりよ、今日のラビちゃんには。SDGs、福岡県の離島で、全島民が3ヶ月間、無添加石鹸だけを使う実験。衝撃の結果で、離島で無添加石鹸だけ使う実験。放流水きれいに。宗像市。宗像市の離島で、入浴や洗濯などの無添加の石鹸だけを使ってもらう実験が行われた。この調査は化学物質などを含む合成洗剤を無添加の石鹸に切り替えると、環境がどう変化するかを述べようと、宗像市や北九州市の石鹸メーカー、山口大学などが共同で行ったと。で、実験では宗像市の離島、地の島の住民およそ140人に、去年9月から3ヶ月間、入浴や洗濯など無添加の石鹸だけを使ってもらったら、その結果、島の下水処理場から海に放流される水に含まれる
有機物が減って水質を改善したという港スタッフなど、今回の実験の結果を海の環境保全活動や SDGs につなげたいとしている。これ水がきれいになったってことでしょ。俺あれもそうだと思う。変なおっちゃんがいるんだけども、おっちゃん髪の毛ふさふさじゃない。そのおっちゃんね、髪の毛ねいっぱい抜け出したからね、シャンプーやめて石鹸で洗ってるんだけども、石鹸もね無添加のやつにね切り替えたらね、髪の毛ふさふさになっちゃってね、これおっさんね髪の毛も本当にふさふさったのよ。無添加にね切り替えたのどれぐらい前だろう。いやもう10年ぐらい前かな。したらね髪の毛もふさったのよ。来年の4月で50なんだけど、まだ40代とかって抜かしてるおっさん。なんか無添加の石鹸で髪の毛洗ってるっていうことよりも、いまだに40代ってもうギリでしょ。それを言い続けてるおっさんっていうのは興味ちょっとあるんだけど、ダブちゃんもあまり興味持つようなもんじゃないわよ。ビクラのねランチにエビフライとなどヒレカツ、ハムカツとアジフライと目玉焼きとね、まあこってりこってこって、でもね疲れてる時これぐらいの脂っこいのもねぶち込みたくなるわよ。あとね、まあサービス満点ね。どうだったとかってさ、いっぱい声かけてもらえたりさ、お店の人とか。なんかおばちゃん何こういう気の使ってくれる、この元気な気の使い使われ方、おばちゃんめちゃくちゃ好きなんだけど。味噌汁もうまいしさ、こういうお店ねいっぱい残ってほしい。おばちゃんそう思うな。私を物にしたいならもっとつびびとくる相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市民クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。